黒沢一志黒沢純8月19日から1927年9月5日は日本の陸軍軍人最終階級は陸軍中将陸軍有数の戦術家と言われた宮城県出身黒沢着の長男として生まれる仙台の第二高等中学校を経て1898年11月陸軍主管学校を卒業翌年6月 不評少尉に任官し不評、第29連帯付となる。1902年8月9日陸軍大学校に入学するが日露戦争期であったため1904年2月9日一時中退し、1906年3月20日に復興し、1907年11月30日に優等で卒業し、参謀本部出資となった。1908年4月、 参謀本部員となり、以後、ロシア駐在、陸大教官、参謀本部員を経て、1914年8月、独立第18師団参謀に発令され、ジンタオの戦いに出征した。1915年2月、参謀本部員に転じ、1916年1月、不評中佐に昇進。同年8月から10月まで、官員の都,都と日と新に随行し、 ロシアに出張した。1917年2月、関東と特区陸軍ぶつけとなり、1918年9月、不評大佐に昇進。関東平坦参謀長を経て、1919年2月、ウラジオ派遣軍司令ぶつけに発令され、シベリア出兵に出征した。1920年8月、参謀本部作戦課長に転じ、1922年8月、 陸軍省軍務局軍事課長となる。1923年8月、陸軍省省に進級し、参謀本部第一部長に就任。1925年5月、不評第37旅団長。1926年7月、参謀本部総務部長を経て、1927年1月、参謀本部付、同年7月に休職し、同年9月に死去して、 陸軍中将に進級した。ありがとうございます。